太陽の出ない場所を想像してみてください。暗くて憂鬱でしょうね。毎日陰気に空の低い位置に雲が浮かんでいることでしょう。聞こえるのは家の屋根に雨が打ちつける音ばかり。晴れた空は何週間も見られず、地球で一番雨の多い場所に閉じ込められているような気持ちになるでしょう。あなたは今、インドのメガラヤ州のマウシンラムを訪れています。カシオカの頂上にある場所で、見事な景色が自慢なんですよ。少なくともネットでそう読みました。ここまでは期待通りです。平原の暑さを経験した後の緑の草木が爽やかです。激しい雨が降り続けなければ、この土地をもっと楽しめることでしょう。期待した以上に、ずっと雨の多い冒険になるからです。いくら大雨が降り続くとはいえ、1日か2日したら雨は上がると思いますよね。そう考えるのは楽観的すぎる甘い考えですよ。後に真実がわかりますが、それについては後でお話しします。あなたは今、借りた小屋のドアの横に立っています。すでにこの土地の面白い特徴に気づいています。ほとんどの建物には、とても珍しい場所に草が生えているのです。面白いことに、この草のおかげで、うるさい雨の音が聞こえません。あなたはこの地域で、激しい雨はそんなに困ったことなのかな、と考えます。そして突然、見たことのないものを見ることになります。男性数人が小屋の前を通り過ぎていきます。それ自体はごく普通のことですが、昔からある普通の傘を差す代わりに、彼らは奇妙な構造のものを使っています。それが何にせよ、ずぶ濡れになってしまうのを防ぐのにとても役立っています。後に、あの小さくて軽そうなボートが逆さまになったようなものは、ナップというこの地域で使われる傘だということがわかりました。バナナの葉と竹でできていて、この土地では誰もが使うものなのです。ナップは手に持つのではなく頭にかぶって使います。そのおかげで使用中は手を使った仕事ができると同時に激しい嵐や強い風から守られるのです。あなたは雨が上がるのを待つのに飽きて小屋の中に入ります。移動で疲れているのです。朝起きたら太陽が輝くのを見られるといいなと思いながら眠りにつきます。何時間かして目覚めると望み通りにはいかなかったことにあなたは気づきます。目を開けると空は曇っていて雨が屋根にパタパタと当たっています。そして窓の外を見て驚きます。何も見えないのです。濃い霧で近くの木や建物だけでなく小屋の前の道さえ見えません。まるで雲の中にいるようです。何にせよ周囲の光景は神秘的で不気味です。白くて何もない悪夢のような景色で背筋が凍ります。それに日中なのに室内も暗いのです。やがてあなたは退屈してきます。でもこの村の住人が何ヶ月も外に出ないことがあると知れば文句も言えませんよね。もう一度外を見てみると、濃い霧のような雲は過ぎ去っていったようです。まだ雨は強いですが、室内に居続けるのはもうたくさんです。この土地を探検しましょう。冒険すれば、あなたを悩ませる疑問の答えがわかるかもしれません。最も大きな疑問は、この雨が止むことはあるのか、ということです。その答えは、あまり嬉しいものではないかもしれませんけどね。傘が手を離れて飛んでいってしまい、冷たい雨が背中を伝うようになると、あなたは、失敗した、と思います。でも、帰ることはできません。足はびしょびしょです。道の雨水が急増しているからです。足首までの深さの水たまりを歩かねばならない場所もあります。長い間、雨が止んだことがないように思える場所もあります。失うものはありませんから、あなたは村から出て観光に行きます。そこは息を呑むような場所です。滝がたくさんあり、石灰岩でできた奇妙な形の洞窟が流れ落ち続ける水の横にたくさんあります。そして、衝撃の光景が見えました。橋です。でも、
その橋は何でできているかというと、木の根っこなのです。ジャングルの深い渓谷に木の根を結びつけた橋があるのです。でも考えてみれば、それほど驚くことではありません。これほど雨の多い地域ならば、木材でできた橋などはすぐに腐って壊れてしまうでしょうからね。ここまで来るとあなたは溺れたネズミのような気分になります。村に戻りましょう。道を歩くというより半ば水の中を歩いているような帰り道。だんだん集落が見えてきて、小さな食堂を見つけます。あなたは自分が震えているのに気づきます。でもインドって暑いはずですよね。ほぼ誰もいない食堂に入って席に座ります。オーナーと思われる中年の男性が来て注文を取ります。ここで温かい食べ物にありついて疑問の答えも聞けるでしょうか。男性が料理を持ってきた時、あなたとおしゃべりがしたいようです。彼はあなたがこの村についてほとんど何も知らないことに驚きます。彼はこの土地は年間降水量が世界一なんだよ。降水量は毎年12メートル以上にもなるんだと教えてくれます。食堂のオーナーはそれをとても誇りに思っているようです。あなたは驚きを隠せません。自由の女神の膝の高さまで雨が降るんですからね。彼は話し続けます。でもマウシンラムはあまり暑くならないんだ。冬の平均気温は11度、夏は20度なんだよ。1月か2月にここに来ると寒気を体験できるよ。ここを訪れるなら冬がいいなんてあなたは知る由もありませんでした。男性はまだ話し足りないようです。その季節にはあまり雨が降らないんだよ。5センチをちょっと超えるくらいかな。ええ、雨が降らないわけじゃなさそうです。そしてついにオーナーはなぜこの地域で世界一雨が多いのか理由を教えてくれます。理由は一つでなく三つあります。一つはモンスーンです。モンスーンの時期にはベンガル湾の暖かく湿った空気が北に流れてきます。カシオカにやってくると湿度はもっと高くなります。カシオカは東西に伸びているので海からの空気にぶつかるのです。モンスーンの時期には風が海の上に湿った空気を丘の上空に引っ張ってきます。それで雨が降り続けるようになるのです。話を終える時、オーナーは誇らしげな調子でこう言いました。確かにここは雨が多いよ。モンスーンの季節が2年も続いたことがあるんだからね。雨はずっと全く止まなかったんだよ。そうなるともう待つしかないね。でも我々はそんなことに慣れているんだよ。君だってそのうち慣れるよ。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。